皆さんこんにちは。ハヤトのハムスター実況へお越しくださいまして本当にありがとうございます。さて今日はウニコちゃんのお食事なんですが、ちょっとねペレットの比較をしてみたいと思います。それはこれとこちら、ハムスターセレクション。値段が全然違います。3倍ぐらい違うのかな。これ 400g でね1300円ぐらいで、これが 1kg でまあ500-600円。じゃあねウニコちゃんに両方とも出してみて、馴染みのある安いやつか、それともねこの高級ハムスターセレクション、どちらに食いつくのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで準備できました。ウニコちゃんもうガラスの向こうからねお腹空いちゃってじーっと見てますね、ペレットのこと。はい、じゃあね、ペレット見ていきましょう。まずこっち安いやつ、安いやつって言っちゃ失礼ですけどね、まあ安いんです。でこれがまあこんぐらいの大きさで、ハムスターセレクションがこのようなね、まあ本当うんちのような大きさですね。結構ね細かくなっています。はいね、こんな感じで、まあ裏面見てもらうと、やっぱりねハムスターセレクションの方が事細かに原材料とかいろいろ書いてありますね。やっぱりね高級品だけありますね。私ハヤトよりもいいもの食ってます、ウニコちゃんね。じゃあ今からちょっと新しいペレット与えていきたいと思います。それではウニコちゃんハウスの外にねペレット置いてみました。出てきてどちらに食いつくのか、食べ慣れた安いペレット、それか初めて食べる 400g で1300円のペレット、ですからだいたいね、100g あたり300円ぐらい、300円ちょいか、まあ、相当高いですね。ちょっとした牛肉と同じぐらいですからね。まあその分ハムスターの体のことを考えられて作られているんじゃないかなと思うんですけどね、こればっかりは食べてみないと分かりません。さあウニコちゃん出ておいで、食べてみようか。もうね彼女も結構お腹空いてると思うんでね、食べ始めるとがっつくと思うんですけど、どうでしょうか。さあよじ登って、よいしょ。さあどっちのねペレットに食いつくんでしょうかね。やっぱね違いってあるのかな。これほとんどね嗅いでみたら一緒の匂いに感じ一緒の匂いに感じたんですが、まあ大きさもね食べやすい大きさというのもあるのかもしれないですけど、ウニコちゃん高い方のペレットに今がっつきましたね。うん、やっぱり初めて嗅ぐ匂いでちょっと興味を持ったのか、注目していきましょう。さあやっぱりねちょっとね周り警戒していますけど、どうだ、やっぱねここ落ち着かないみたいですね。というわけでケージの中でご飯を与えてみましょう。どうでしょう、やっぱりあれだな、ちょっとね窓が開いているとどうしても食い気よりも外に出て遊びたいという思いが強くなっちゃうのかな。まあわんぱくなね食べ盛り遊び盛りの女の子ですから、これじっくり欲望を乱してもらって元気にね大人になっていってほしいなと思うんですけどね。しかし本当にこう手に乗せてると可愛いやつです。最初はね、まあ、真っ黒で本当のザネズミといった感じでしたけど、すごくですね懐いてくれてとても可愛い子ですね。今日はとても天気がいいです。さあウニコちゃん、じゃあねお家に戻ってご飯食べてください。やっぱりね、はい、じゃあね安いペレットと高級ペレットどっちに食いつくかということなんですが、結果としてね見てもらって分かる通り、まあ当然大きさも違いますのでね一概には言えないんですけども、高級ペレットにウニコちゃん食いつきました。やはりハムスターというのはグルメですね、みんなね。まあ、こんなに口の中に入れたこの子を見るのはなかなかないですね。よっぽどお腹空いていたのかな。もう全部ね口の中に入れちゃいましたね。もうこの大
キーペレットもね一つ今食べましたね。サクチン中入んのかそれ、すごいな。この小さな体のね、すごいよね、あんなに口に入って。さあ、おお、すげえ出てきた。もうこれ見てもらえばね、うわすごいです。まあ、やっぱりね、まあまあ大きさの問題がありますけど、結果ウニコちゃんは高級ペレットに食いついたということですね。まあ普段食べ慣れてるやつもいいけれど、たまには違う味もね、やっぱり食べてみたくなっちゃうよね。一生懸命こうやって餌を貯めている姿っていうのはね、本当に可愛らしいですね。さて、2つのペレットを今日は比較して与えてみたんですが、まあ、形も硬さも大きさも違うので、その時の状況によって与え分けるというのが正しいんでしょうね。あの安い安いと言ってもこっち結構ね硬くて、食べてるハムスターはきっとストレス発散にもなるし、歯もねよく削れると思うんで、これからもねどっちとは言わず両方ともバランスをよくね与えていきたいと思います。それでは本日の動画最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いできる日を楽しみにしております。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。